皆さんこんにちはあおりチャンネルです。今日は、あおおりチャンネルのの相撲の動画を見ててくれている方た大相撲柏場所で撮影した動画をアップする予定なんですがその動画の件でどうしても皆さんにお話をしていきたくて動画にしました。 YouTube でお相撲の動画を見てくれている方ならご存知かもしれませんが西郷チャンネルのチャンネル名で活動していた元中村部屋十両西郷関本名みやさんが4月6日43歳の若さで天国に行ってしまいましたここからはいつも通りすみやくんと呼ばせていただきますやくんは私のパパの幼なじみで同級生幼稚園からのお友達でした パパは仕事でもスミヤ君と取引があったり、私が YouTube をやっていたこともあり西郷チャンネルをスミヤくんとパパで始めましたパパは編集と企画をお手伝いしてスミヤくんが YouTuber として活動していましたスミヤくんはいつもパパの会社に来たりお家に遊びに来て私とお菓子を食べたり TikTok を撮ったりちゃんこ鍋を作ってもらったり。 将来の大相撲のことや YouTube のことをいろいろとお話ししていました西郷チャンネルでも言っていた100年後の国技相撲のためにいろいろな活動をしていましたその一つとして私が相撲が好きなこともあったのでセミヤ君が協力するのであおりチャンネルで相撲の動画をやってみよう若い子に相撲の面白さを伝えてほしいということになりました 本当にししいことでした。私のチャンネルで相撲の動画が何本か上がっていますがすててててくくんがが協力ししれて撮影ができていました。先日行われた千葉県での巡業の大相撲柏場所にも角くんと一緒に行って動画の撮影をしようと計画していましたいろいろなお相撲さんにインタビューしたり人業の様子を紹介する予定でした。 しかしすみやくんは突然天国に行ってしまいました。パパとママと私はすみやくんがいなくなったことが本当に辛くて辛くて、巡業に行こうかどうか本当に悩みました。相撲を見るとすみやくんを思い出してしまうからです。でもこの巡業を誘ってくれたのはすみやくんだし、チケットの手配や動画の撮影許可などもすべてすみやくんがやってくれていたので、 これはスミアくんからの最後のプレゼントですので、授業に行くことにしました。撮影をさせていただきながら授業も楽しませてもらったのですが、スミアくんがいないのがやっぱり寂しくてつらかったです。今思えばスミアくんとコラボして動画を作ってみたかったです。だっていつでもできると思っていたから、こんなに早くお別れすると思っていなかったから。スミアくんはもういなくなってしまいましたが、スミアくんと約束した。 アオリチャンネルで相撲の動画を作ってみんなに楽しんでもらおうということを守っていきたいと思っていますそれがくんんが一番私たたちに望んでいたこ,とだからですこれからもあおりチャンネルは相撲関係の動画をできるだけ多く投稿していきたいと思っていますが前の動画みたいにインタビューしたり本場所を観戦したりできなくなってしまいますが。 頑張ってあおりチャンネルなりにお相撲を応援できればと思っています。明日、大相撲柏し場所の動画をアップするので、サイチャンネル、スミヤんの最後のプレゼント、ぜひ見てくれたら嬉しいです。スミヤ君、本当にありがとうございました。大好きです。 チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますそしてツイッターインスタグラム TikTok あおりゲームズもよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうまたねーバイバーイ